はい、こんにちは。イズマイホームの田辺です。伊佐尾東中学、あ、伊佐尾東小学校、あるいは伊佐尾中学校は、岩上さんの登山道の、すぐ近くです。早朝や夜に登って、また皆さんにご報告、したいと思います。さて、本日はSNS というか写真投稿サイトのアプリのご紹介です。建築のお客さんで、こういうのを作ってほしい、こういうデザインがいいということで、インスタグラムを、使用している方が多いかと思います。もちろん弊社も、マーケティング、広告の一環で、投稿をしたり、事例の紹介をしたりしております。基本的に SNS、インスタグラム、建築のお客様、そういった、こういうのを作りたいというお客様は、置いといて、一般的な使われ方、Facebook であったり Instagram は基本的に過去のことを記録として、載せて、お友達だったり、フォロワーに、紹介するという形です。ただ一方でその、先ほど、置いといたインスタグラム、建築で使うインスタグラムユーザーは、基本的にこれから先のことで、インスタグラムを使います。要は他の方がいて、その方の過去を自分の未来に持ってくるという使い方をしております。で、似たようなサイト、アプリで、非常に有効なのがこのピンタレストというやつですね。こちら、建築もそうですし、私なんか、日曜大工 DIY が好きなので非常に参考になります。はじめアカウント登録したときに自分の、興味あるカテゴリーを選ぶわけですが、私は DIY とかリノベーションとかそういうのを選択したら、こういうふうな、画像が出ておるわけです。非常に、興味深いものがありますね。要はこういうのを、ご自分で投稿するのもそうですが、こういう気に入ったのを自分でこう保存しておくと、それで後でここにセーブとありますね。これで保存しておいて、後で自分で行動に移したり購入したり、誰かにお願いして作ってもらったり買ったりというふうに使います。ぜひぜひこのアプリを使ってもらえればと思います。お家で、もちろんコーディネートもそうですが、収納の、アイデアになったりします。非常に面白いなと思ってます。本当こういうのを見てるとキリがないので、非常にワクワクしてきますが、ほどほどに、見ていただいて、お家作りの参考にしていただければと思います。今日もありがとうございました。失礼します。岩上さんに一緒に、行く方、そしてバーベキューする方は募集中です。失礼します。